どうもアニモです。今日はメルちゃんのニット帽ですね。でこれは前回前々回とやったお花ね、あの大きいお花とちっちゃいお花とでやってるんですけど、これここの帽子の本体ピンクにしてね、それでここをあの黄緑とかで編んだらいちごの帽子とかもできるん違います。でこれはあの前の方がちょっと狭く、後頭部の方が広くなって、本当のあの人間ちゃんのあの人間ちゃん子供ちゃんのあの帽子でもそうなんですけど、こう幅がね狭い方が前なんですよ。あ、こっちが前だ。こっちが狭いんです。であの後頭部の方が大体みんな大きいんでね、顔よりね。で後頭部が広いやつになってます。でだからこっちが前なんだけど、こっちが前って分かるように何かお花、まあもっとちっちゃいお花でもいいし、ここになんかねあのメルちゃんの M って編んどったるとかねまあ何かしてこう子供ちゃんに分かるようにしてあげたらいいしっていうので、こういうのを編んでいきたいと思います。はい、じゃあ材料です。ダイソーさんのウール 100% 毛と並太、塩針の水晶が4ミリから5ミリになってる、でもかぎ針の水晶は7号になってるやつですね。これを使います。それで針は5号針3ミリですね。はい、あとはとじ針とハサミはいつも通りです。この間のあのメルちゃんのスカートを編んだこれのね、アマリートで帽子作れるかなと思ってやってたんですけど、まあ全然足りなかったんで、ちょっと今回じゃあ違う色でやってみます。じゃあ編み始めます。まずは輪の作り目からです。指にゆるく2周巻いてください。そしたらこれを糸の位置が変わらないように指先に持ってきてからに、輪の中針入れたら指で押さえる。ほんなら手に指かけて、この下の輪をね全部一緒に持っとく。これちょっと言うこと聞けへん系統やぞ。はい、そしたら針に糸かけて中抜いてきて一回鎖しておきますね。そしたらここから立ち上がりを作ります。鎖3目です。1、2、3。今日はねあの目立ちにくいあの鎖3目の立ち上がりはここではしません。鎖3目ばっかりです。そしたら、輪の中に長編みを15目編み入れます。で立ち上がりと合わせて、16目になるって感じですね。はい、針に糸かけたら輪の中に針を入れて糸かけて引っ張り出すのは鎖2目分ぐらいしっかりと。そしたら針に糸かけて2本抜く、針に糸かけて2本抜く。はい、また針に糸かけたら輪に入れて糸かけて持ってきたらぐーっと伸ばす。そしたら針に糸かけて2本抜く、かけて2本抜くですね。はい、じゃあこれを、長編みを15目、立ち上がりと合わせて16目になるまで編んでください。はい、じゃあ16目編めました。そしたら針の糸をちょっと緩めて抜いておきますね。で輪を引き締めます。糸端持ってくくく、右側の糸が動いたから右側の糸を持って糸端側に引っ張っていく。これ今までも何回もちょっとね動画で説明してきてるんで、わからない人はどっかの画像を見てください。でぐーっと引き締めたら糸端持ってぐーっと引き締める。よいしょ。はい、じゃあ針戻しますね。糸引っ張ってみて、糸が吸い込まれる方の動いてる方の糸ありますね、この左側のこいつが中に入っていってるね、これを針の手前にします。よいしょ、こういうことですね。はい、そしたら最初の鎖編み3目目のところに引き抜くんですけど、分かりにくい人はこの鎖編みを引っ張ります。引っ張ったら横、これが長編みですね。よいしょ、長編み、長編みの頭が長編みの右側に、ちょっと右側にいるんでね、この横のこの鎖が3目目ってことです。
ここに針を入れます。よいしょ。奥側にこう、これどうやって見えんの、黒いから見えにくいね。この V 2本かかってます。 V の形でね。で前から1本かかってます。この状態で糸かけて引き抜きます。引き抜いたらここを押さえて、引き抜いた目、この目を小さくします。引き上げてぐーっと小さくなったらまた戻して、まず鎖編み3目で立ち上がります。 1,2,3。 そしたら針に糸かけて、前段のこの鎖編みたちです、この鎖編みの束を拾います。表引き上げ編みをするんですけど、頭じゃなくてこのここの下、鎖の1目目2目目ぐらいのところをね、束でこうやって拾います。そしたら針に糸かけて、鎖2目分ぐらいぐっとしっかり糸出す。出したら針に糸かけて2本抜く、かけて2本抜く。長編みの表引き上げ編みをしました。じゃあ次の目、この子ですね、この子には普通にまず長編みを1つ編み入れます。普通にここね、あの長編みの頭に普通に編み入れます。そしたら今編んだ長編みを表引き上げ編みしますね。この今引き上げた、1個前で引き上げたやつがこいつ、その横がこいつ、こいつが長編みの足です。ほ、ここね、ここさっき引き上げた、引き上げてるのがこれ、これとこれの間、わかりますか、この爪と爪のところね。まずこの最初の爪のところに突っ込んで、この横から出てきて引っ掛けてあげる。しっかり伸ばしたら2本かけて抜く、かけて2本抜く。嘘ばっかりついとんね。ならまた糸かけて、この目の次の長編みの頭です。頭に、わかりますね、この頭に長編みです。そしたら針に糸かけて、今長編みした目がこれです。これの足をすくって表引き上げ編みをします。順番に、この次の長編みに普通に長編みして、その長編みの足を拾って、まずこの子に長編みをしたら、この子の足をこう拾って、でその次の子に長編みをしたら、この長編みの足を拾って、よいしょ、足引っ張ったら結構スペース見えるんですけど、それで全部で32目になるまでやるんですけど、もうあと2つぐらいやっとこうかな。まずこの引き上げたのがこれの次の長編みの頭です。頭に針入れて普通に長編み、そしたらこの今長編みしたこの子ね、この子を束で拾って、で表引き上げ編み。じゃあ次の目には普通に長編みで、長編みをした子に表引き上げ編み、いいですか。そしたらちょっとポコ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 表引き上げ編み出てきてますね。これを端までぐるっといったら、この手前ぐらいでまた説明しますね。よいしょ。はい、じゃあ残り2目を残して、今28来たってことかな、28目かな。じゃあ29目目、針に糸をかけて普通の長編みを1つ編みます。そしたら針に糸をかけて、今長編み編んだとこの足、この足ね、ここ隙間わかる、これとこれ、ここで表引き上げ編みをしたら、今度普通に長編みですね。では最後の目は、よいしょ、この今長編みの頭取ったでしょ、この長編みの今度足を取って表引き上げ編みです。はい、じゃあこれで2段目終わりですね。そしたら最初の鎖編みの頭がこいつです。長編みの頭が長編みのちょっとこいつですね、わかるかな、
長編みの頭がこいつですね。こいつの隣のこれが鎖なんで、ここに針を入れます。また奥側にはこう2本かかってて、手前1本かかってます。そしたら引き抜いて、でここ押さえて引き締める。で戻して、じゃ鎖3目でまた立ち上がります。1、2、3。そしたら今の引き抜いたこのここですね、同じ目に針を入れて長編みをします。はい、そしたらこの表、さっきの段で表引き上げ編みをしたところですね、ここに表引き上げ編みをします。今度は簡単やね。このほら、こんだけすっぽり取りやすいね、こんだけスペース空いてるから、これを取って長編みですね、表引き上げ編みなら、次はこの普通の、これが表引き上げ編みしてる、表引き上げ編みの間の普通の1本ね、普通に前段長編みしたところのこの子には長編みを2目編み入れます。1、2。はい、そしたら次は表引き上げ編みです。この子に、この子のここに、この子のここに入れたらほらね、1段目よりはやりやすいかなと思いますよ。1段目2段目ん何段目今ここ3段目よ。はい、ほんならここまた普通に、次の目には長編みを2つ、そしたら次は表引き上げ編み、次は普通の長編みしたところに長編みを2目。で次はまた表引き上げ編み。で、普通に長編みを2目ですね、ここは。ここですね。そしたら次は表引き上げ編み、これの繰り返しです。普通に長編み2個したら表引き上げ編み、2個して表引き上げ編みですね。これで一周ぐるっと来てください。またこの辺まで来たらやろうかな。はい、おい、じゃあここ今引き上げたところです。引き上げたらその次の目に普通に長編みを2つ、1の2。そしたら次の目を引き上げ編み、これが最後の目です。よいしょ。そしたら鎖編みの3目目、ここのね、この子ですね、長編みの頭がこれ、この隣のこの子に針を入れる。じゃあ向こう側2本と手前に1本かかってるので、ここで引き抜きます。よいしょ。じゃあ今から5段目ですね。よいしょ。ちょっとね、丸まってくるけど大丈夫。今から反対に丸まっていくからね。なら、わかる？こっそり返ってるっしょ？大丈夫よ。そしたら、ここからやったら、目立ちにくい立ち上がりをしてもいいし、鎖3目でもいいんですけど、目立ちにくい立ち上がりを知らない人のために、ここでもやっとこうか。鎖編み一つで立ち上がったら、根元の目に細編みです。多分ね、この編み方してる方が次の段の時に頭が分かりやすいんですよね。そしたら、今の鎖編みの左側の足がこれなんですけど、この一本に針を入れて細編みです。この動画では、鎖編み3目しかしませんよ、言って、あのやつやりませんって言って途中からやっとるけど、見た人にしかバレへんか。そしたら今度はもう一目に一つずつです。次の目に針を入れて、2本にね、入れて、まず普通に長編み。そしたら表引き上げ編みです。これスペース見やすくなってますよね。こことここなんですけど。はい。じゃあ表引き上げ編み。ちょっと糸割れてるな。ほ、よし。んなら、
次は普通に、こことここは普通に長編みです。一つに一つずつ。もうここからは、9段目まで増減なしで全く同じことばっかりします。もう一目に一つずつ、次の長編みには長編みで、また長編みで、表引き上げ編みで、次はまた、ほい、長編み、ほんでまた長編み、ほんでから表引き上げ編みね。これだけです。これだけをずっとぐるっと、また2つしたら表引き上げ編みしてっていうのをぐるっと来て、またあ、そうか、これ鎖3目じゃないんか。まあこの段だけ最後のとこやっときますね。最後まで来たらまたやります。はい、じゃあ最後の方まで来ました。今表引き上げ編みしたとこなんで、次の目に普通に長編み、そしたらまた普通に長編みで、最後に表引き上げ編み、ほい、なら、これの頭を取りますね。これ長編み、よいしょよいしょ、ほい、これが長編みちゃん。長編みちゃんの頭がこれで、これが一塊の立ち上がり。この立ち上がりの頭2本です。ここね、わかる？こうか、2本ね。普通にさっきの長編みの頭2本拾うのと同じように拾えるから、鎖編み3目の時よりなんか糸割るや減ったくれや言わんでいいから、楽ちんやと思います。そしたらこの頭に引き抜いて、引き抜いたら頭持ってギュンギュンに引き締める、うん、で、今これで4段終わりましたね。4段終わったから、5段目から9段目までずっとこれ同じことしてください。まあ、これ5段目ね。鎖一つで立ち上がったら根元の目に細編み。こう分からんわ言う人、鎖編み3目でいいよ。ならこの足1本拾って細編み、はい、そしたらまた普通に長編みで、次表引き上げ編み、違うとこつくとここや、よいしょ、はい、で長編み、長編みでから表引き上げ編みね、これの繰り返しです。長編み、長編み、表引き上げ編み。夢出てけへんやろか、大丈夫かな。はい、これをずっと繰り返していきますね。で、5段目、6段目、7段目、8段目、9段目言えねえ。これをずっと同じことをしていって9段目まで行ってください。はい、9段目の最後まで来ました。そしたら長編み、立ち上がり、この立ち上がりの頭に引き抜き編みをします。で、引き締める。そしたら鎖編み一つで立ち上がって、根元の目に細編みです。で、次の目にも細編み、細編みを8回します。今2回、一目に一つずつ、3、8。そしたら今から往復編みをしますね。往復編みをするので、まず鎖編み一つで立ち上がって生地を半時計回りに回す。そしたら根元の目に、減らし目をします。根元の目に入れて糸持ってきたら、次の目に入れて糸を持ってくる。そしたら針に糸かけて3本一気に引き抜く。で、次からは細編みを4目編みます。1、2、3、4。そしたら減らし目です。針に糸かかった状態で次の目に入れて、よいしょ、で、かけて3本一気に引き抜く。で、立ち上がってまた生地を半時計回りにひっくり返す。そしたら根元の目から一目に一つずつ、6目です。2、3、4、
5、6ね。はい、じゃあまた一つで立ち上がって反時計回り、そしたら今度またここで減らし目です。はい、で鎖、あ、嘘、細編みを2目、1、2で、また減らし目、これ耳当ての部分ね。そしたらまた鎖編み1つで繰り返す。で、1目に1つずつ、1、2、3、4。はい、これで鎖編みを1つして引き締めて糸切ります。よいしょ。糸始末する人は糸始末するぐらいで、あの、よいしょ、ちょっと待ってよ、あの周りにねぐるーっとこう最終細編みで1段こう編んでいくから、その時に私は編みくるむんで、まあこのぐらいの長さ、こんな長くなくてもよかったけど。はい、そしたらこれ今ねここから来たでしょ。で引き、最後の立ち上がり、これでいこうか。最後のあの表引き上げ編み、この目が一つ目と数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15目開けて、この前8目、1、2、3、4、5、6、7、8、ここに、よいしょ、なんかこっから数えて、この表引き上げ編みの目から数えて23目目、ここに針を入れてください。そしたら糸をつけます。糸つけますね。うん、糸ね、よいしょ、一回転させてから針にね一回巻きつけてから取れば取りやすい。そしたら鎖一目で立ち上がって、同じ根元の目に細編みを一つで、一目に一つずつで8目、さっきのあの向こう側と全く一緒です。2、3、4、編みくるみながら行ってます。4、5、6、7、8、8目ね。そしたらまた一目で立ち上がってひっくり返して減らし目して、あの反対側の耳当てと一緒です。これで、さっきの耳当ての部分見て同じように編んで、最後4目編むとこまで行ってください。はい、じゃあ最後の、細編み4つした後ですね。じゃあ鎖編み1つします。1つしたらさっきの細編みのこの根元です、ここに細編みをします。1で、次の段、このここにしようかな、ここ2、どこに入れてもいいけどね、2で、次の穴に行こう、3で、次の穴の時にもう下まで来たので、次の時に減らし目するんですけど、その時に角のこの一目飛ばします。まず針に糸かけて持ってくる。そしたらこの目は飛ばすので、この次の目に針入れます。で、糸かけて持ってきて、かけたら3本一気に引き抜きます。はい、そしたらその次の目から12目やったかな、とりあえず細編みを1つずついきますね。1目に1つ、1、2、はい、12目。そしたら、今度次のこの目と、ここを飛ばして、この次に、で減らし目をしますね。まず糸かけて、でここ飛ばして、この
ここに行こうと思います。ここどこでもいいけどね。でここで減らし目をする。1で次の穴ぼっこどこでもいいですけどね。2で次の穴こうかな。3でもう一つこの細編みの下行こうかな。4そしたら反対と一緒にしたいので、ここ鎖編み一つありましたよね。なのでここで鎖編み一つ作ります。そしたらこの糸端から1,2,3,4最後の4目編んだとこありますね。ここに針を入れてここで細編み4つします。1目に1つずつ1,2,3で最後の1目こいつよいしょ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 4。そしたら鎖編みを1つです。なら細編みの根元、この時からこいつ編みくるんでいきますね。よいしょ。1,2よいしょ、この辺いこうかな。3で4個目の時にまた減らし目しますね。3ここでいいか。こことここで減らし目をします。よいしょ。1つ飛ばしてここに減らし目をします。そしたら次からまた1目に1つずつこいつ編みくるみながらいったら楽です。できない人は後で あれしたらいいです。糸処理したらいいです。じゃあまず1目に1つずつでずっといきますね。1,2,13,14,14目で、さっきの方が12目って言ってこっちが14目なんですけど、こっちが頭、後ろ、後頭部側になります。そしたら次の目に針を入れて、次から減らし目するのでここを飛ばして、次ここで減らし目1で次2どこでもいいよ。3,4そしたら角は鎖編み一つして、あとはここに最後に4目編み入れますね。1,2,3,4はい。そしたらある程度で糸を切って、よいしょ、抜いちゃいます。そしたら見えるかな、今これ抜いたやつで、ここ細編みをした頭わかりますかね、どこが見えやすい、このチェーンにチェーンつなぎをします。このチェーンじゃねえな、細編みの頭にチェーンつなぎしますね。よいしょよいしょよいしょ。ならここで向こう側に持ってきて、よいしょ。でこの糸が出てる元のところに戻るんですけど、ここから出てきてるんですね、この糸。なのでここに戻るんですけど、戻るときにここの1本とこの下にいる1本こいつ一緒に突っ込んでください。でチェーンの幅を整えて、
ね、これでどこがつなぎ目かわからなくなるでしょ。そしたらあとは裏でこれを糸始末してください。もうどこでもいいんですけどね。これでいいかな。はい、じゃあ糸始末ができました。こうやってやってみたら後ろの方が長いの分かります？ほらほら、こっちの方が14目の方で長いんです。前が12目なんですね。で、まあ、まだコロメちゃんちっちゃくて分かりにくいねんって言うんやったら、あのどっか前にワッペンとかね、花でもリボンでもなんかつけてあげるとか。ちょっとこれ本にしたからえらい渋い糸やな、色がね、ウールやん、いろいろちょっと混ざってるんですよね。で、あの頭の上はお好きにあのポンポンつけてもらうとかね、あのお花つけて花かっぱみたいにするとかしたら可愛いし、あとはここに糸を、これの真ん中辺にね、糸を例えば、まあ20センチでも30センチでもの糸を3本ここに入れて、でその3本でこう三つ編みしてね、一番下でくくって、あのちょっと耳ちょろっと長いのつけてたら、子供ちゃんがかぶすときにね、そこ持ってグッと引っ張ったらかぶしやすいから、かぶれるような帽子になると思います。もうメルちゃんがね、あのお花つけて出来上がったやつがあったんやけど、それもあげちゃったんでね、ないんですよね。なのであの画像かなんか、まあ貼っつけときます。一旦帽子かぶしたバージョン、一番最初にも出てたと思うんですけど、ちょっとへこんでるな、うん、でまあ伸び縮みするので全然かぶしやすくなると思います。適当にやってって言ったんですけど、耳当てぐらいのところはこれはあった方が子供ちゃんが着やすいからつけとこうかな。まあ、大体適当にこう真ん中のところにね、これ30センチぐらいに切った糸3本です。でこの3本を一気に引き抜いて、抜けたかな、いや2本か、1本抜けてないな。1本ずつ抜いてもいいし、3本一気にまあ適当にこうやって抜いてもいいし、あのもう一個大きい針やったらね、7号とか6号とかの方が入りやすいかもやけどね。そしたらこれを、この長さをちょっと合わせてね、大体で、こっから向こうにかかってるじゃない、この端の糸は端の糸で、その次の子は次の子同士、この子同士って言って、こう3つに分けて、でこっからこう三つ編みをねしていったら、あのできますね。三つ編みしていって最後一結びにして、したらこっち側もこう三つ編みちゃんができるんです。あとはね、まあ前に編んだようなこんな花をてっぺんにね、どんどんつけてやって、縫い付けてやったらもう花かっぱみたいなね、花かっぱちゃん、あんまりしゃあねんけどね、花かっぱちゃんみたいなやつとかね、前が分かれへんねんやったらこうやって前のところにポイントつけてあげるとかね、これちょっと大きすぎるからもうちょっと細い糸で花びらのあの鎖をね4つとかにしてちっちゃいお花つけてあげるとか、うん、ちょっとあのピンク系とか入れたら女の子っぽくなるかな。まあでも男の子メルちゃんでもね、かぶろうと思ったらこの色やったらかぶれるん違いますかね。男の子メルちゃんおるか知りませんけどね。はい、じゃあまあそういう応用のお話でした。以上。